ハラトリチャンネル。さあ、トリチャンネルでもオリジナルグッズ作ろうよ、なんか。やったー、ありがとうございます。なんか見覚えがある街並みということは、はい、今日はここ田原がいるんじゃないの、もしかしたら。田原、あ、じゃあ社長、いい加減にしろお前、本当に。お願いします。お願いします。何が田原なんだお前本名は田原ひろしって言うんですけど、うん、もう35、6年トシちゃんって呼ばれていて、うん、親以外もひろしって呼んでくれる人いなくて、トシちゃんと名乗っていい、はい、いいかって。トシちゃん公認のトシちゃん。公認ひろし、あ、違うトシちゃん、ありがとうございます。榎本田原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 嬉しいじゃないかね。あの、我々が、うん、あの番組は作れるんですけど、うん、グッズ制作がど素人なもので、うん、どうしようかと思っていたところ、田原俊社長がですね、なんと制作のプロということで。あ、本当です。はい、二十数年あのモブスタイルというブランドをやってまして、アーティストの方とか、あとアスリートとのコラボとかをよくやってまして、割とグッズはいろいろ作ってまして、うん、あ、本当に、はい、どんなものが作れるか作戦会議やりますか。お願いします、ね、なんかやれよはい、グッズはこちらになります。これ、はい、いろいろモバイルバッテリーってやつ、トシちゃんバージョンで作れるっていう、そういうことですね。これもいいね。ね、缶バッジかわいいですね。なんか作ったな。でね。ふざけるな。田原くん。すいません。よく売れるなっていう商品どのあたりなんですか。言ってやっぱ T シャツが一番動く。あ、そうなんだ。これがドライ。おお、こう夏はいいな、汗でびちょびちょにならないってことか。からのスウェット類とか、うん、ナイロンジャケットとかも作れます、うん、なんだこれ。オリンシってスパイス何にかけても何でも美味しいんです。え、そうなの。そうなんです。これチャーハンを作ろうが、もうサラダにかけようが、女性はお料理するから。すごい香りはね、はい、あ、いい感じだね。万能スパイスしょっぺそうです、そうです。でも美味しい、わかる、言ってる意味が、はい、万能スタイルだね。いい感じじゃん、お塩と胡椒と。なんか怪しいもの入ってないんだろ。僕が作ってない。飛ぶとかないだろ。今のところ飛んだことみたいです。って書いてある。危ない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 。合法ね、合法。合法です。これ何。これクッションです。いろんなキャラクターの形にクッションを作ったりができる。じゃあうちの僕の飼ってる犬がバレンがいるんで、写真を起こしてこういう風にできるのか。あ、できます、できます。大きさはだいたいこれサイズって決まってるの。もうちょっと大きいのもできますし、うん、まあ、これ枕にもなるしね、はい、例えばなんですけど、バレン君を絵に描いていただいたのを、うん、そのデザイナーさんにちょっと整えていただいて、うん、このクッションにするとか、うん、目が近いんだよね。そうなんですね。すげえ、これもこんなぶっ細工じゃないんだよ。もう可愛いんだよ。目がでかすぎた。難しいな。こういう感じだな。何を書いてるんだろう。なんで。捨てるものだと。はい、できました。だと思った。もっと顔もっと可愛いね。これ顔もおかしくなっちゃうな。どうだ田原。いいですね。うん、
あ、いや、なんか見えてきました、見えてきました。うんちは込みじゃないですよね。うんち込みの方が可愛いじゃん。込みなら、うんちもうちょっとちっちゃく。あ、ちっちゃくして込みで、なるほど。うんこがないとつまんなくない？うんこって、だって世の中的に今受けてるんでしょ。あ、なんかうんちドリルとか、うんちドリルとかな、はい、流行ってましたね。子供たちほらうんち大好きだから俺も好きだけど どうですか、スタッフの皆さんは。モンチッチが気になるんですけど、これとしちゃんバージョンのモンチッチが誕生するかもしれないっていう。嫌だ嫌だって言われちゃった、残念。可愛くないですか、モンチッチ。いや、モンチッチは可愛いけど、モンチッチと俺のつながりがないから。あ、例えばこれが俺の形でタキシード着てとか、そういうの作ったことない。ない。あ、なるほど。じゃあ史上初のトシちゃんフィギュアが誕生する可能性が、うん、フィギュアも作れるんですもんね。そうですね。こう型が自由な形で、はい、怖い、怖いんだけど。これうちのキャラクターのブルドッグ。あ、ブルドッグね。こういうあのロゴだったり、うん、あのキャラクターがいるといろいろ簡単に T シャツでも何でも乗っければいいんで、あ、それが一番いい。番組ロゴとか、番組ロゴとか、うん、キャラクターが今うちの番組何にもないんですよ。ロゴも決まってなくて、うん、でキャラクターも特に決まってない。なんかあった方がいいよね。そうですよね。僕は番組ちゃんとチェックをしていて、はい、キャラクターはいないじゃないですか。うん、キャラクターをちょっと描いてもらったんですよ、うん、デザイン、うんうん、8パターン、こういう、うん、原田としてとさん、キャラ全く似てないな唯一これは似てるな。おお、なんでこんな歌舞伎もんみたいになっちゃったかっこいいですけどね。かっこいいかな。僕はこれとこれが好きです。ミトさんが好きです。あ、そう。はい、もっとあの服変えたりとか、はい、ポーズ変えたりとかそういうことができます。これとこれかこれ。あ、なるほど、やっぱり16ですね。はい、で16の方向性でちょっと、はい、赤でね。はい、赤で考えていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。これ番組のロゴも T で。ね、トシチャンネルの T で。あ、なるほど、じゃあ T を基調にしたデザインで、うん、ね。作っていただけたりするんでしょうか。はい、作ります。ありがとうございますありがとうございます。すいません、なんかズーズーしくて作ります。すいませんぐらいですかね、今日は。はい、ありがとうございます、はい、キャラクターとかも踏まえてちょっとこれからどんどん話を詰めていきたいと思いますので、はい、T! やれよ同活されてるヒロシのくせにやれよ、ヒロシです、やれよ違う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 、ヒロシですじゃないかなおということでね、田原トシチャンネル、靴の、まあ、第一段階として、ね、はい、勉強させてもらってみんなに、ね、親しんでいただけるような、グッズを、ね、作れたらいいなと。トシチャンネル、専用のね、なんかやったな、やりました、ヒロシのくせにヒロシですって言ってみろ、早く。ヒロシです。まあ、あいつ笑わないから興奮感がじゃあ具体的にね、いろいろ進めていきたいなと思います。楽しみに待っててください。よろしく。出身は山梨の韮崎の方ですね、やっぱりね、田原っていうと。そこだといいんですけど、うん、広島なんです。広島かいじゃあ2人でやるしかね。ジャカ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 やれよせーの、ジャカジャカジャカ